テレポートでポケモンセンターに帰りましょう。自転車ごとぐるぐるしてるんだろうな、きっと。ほとんど見えなかったけれども。ピン、ピン、リカ、ピン。ではでは、同じくサイクリングロードの人たちと戦っていきましょう。この人ともまだ戦ってないので戦っていきましょう。前の自転車、ギアチェンジができるタイプか、うまく乗りこなせているか、俺が試してやろう、と言われて、この人は、サイクリングのリンジさん。マックルだ。マックルが出てくるの珍しいな。だけど、ミントちゃんを一番前にしているのがちょっと辛いところではある。変えてしまおうか。シアン君にして、バブル光線で戦っていた方がいいような気がする。ね、ちょっと、まあレベルとしてはね、ミントちゃんでもいいかなって思ったんだけど、まあ、よしとしましょう。ね、翼で撃つとかしたらちょっと厳しいもんね。では、バブル光線。電光石火が来ちゃう。大丈夫。よし。バブル光線で戦っていきましょう。よし。よかった。と、もう一匹いるよね、確かに。ので、誰？ムクバード。ムクバードもそのまま戦っていきましょう。ムクバードも同じくバブル光線でいいかな。威嚇されるのちょっと辛いね。攻撃力下げられちゃうからね。だけど、掛け分身される。掛け分身してるけど、当たるかな？当たってほしいな、バブル光線。頑張れ。よし。よかった。では、よし！倒せた。で、この人とも、バトルは終わって、あとまだ、もうちょっといたような気がするんだよね。あと一人、二人、三人。わからないけど。よいしょ。あれ？ギアチェンジができるか見るはずだったのに。どうしてポケモンの様子を見てたんだ。そうだよ。この人ともまだ戦っていない。あなたと私、二人とも自転車に乗っている。ポケモンを持っている。これは負けられないわー。と言われておりますが、この人はサイクリングのカナエさん。そしてポケモン二人いて、ムックル出てくる。ムックルが出てきてしまったので、ミントちゃんはちょっと交代しておこうかな。同じくあれだね、2匹ポケモンを持っているので、ムックル、ムクバードかな？どうかな？ちょっとわからないけど、ムックルが体当たりしてくるのは大丈夫。バブル光線。シアン君がどんどん強くなっていってしまう。シアン君以外の子たちもちょっとね、戦わせてあげたいところではあるんだけどな。まあ、ポニータが出てくる。それはもう、それこそそのまま戦ってバブル光線にしていきましょう。バブル光線。ポニータの方が早いの。鳴き声されて攻撃下がるけど、多分でも、タイプ相性がいいから大丈夫じゃないかな。よし、よかった。赤が抜群だったので、この人とも。バトルができたかな。そして、あとまだいたよね。転んじゃったー。自転車で転ぶとズルズルになるよね。いたよね。あー、お話できない。ポケモン勝負じゃなくて、スピード勝負にすべきだったわーとおっしゃっているけど、この人もまだだよね。まだ戦ってないね。チリンチリン、危ないぞ。それとも挑戦者かなーと言われて、この人はー、サイクリングのともみちさん、勝負を仕掛けてきて、ポケモン一匹だけだね。一匹だけだけど、ポニータか。ポニータはちょっと、それこそミントちゃんでは、ちょっと辛いので、変えていきましょう。ちょっとずっとシアン君になってしまうけれども、シアン君のバブル光線で戦っていきたいなと思います。シアン君のバブル光線だったら、まあ、一回で、倒せるはず。尻尾を振る、可愛かったな、今。ちょっと、あれだね、こう、今回さ、こう、尻尾をちゃんとこう、相手にこう、向けて、尻尾フリフリってするのめちゃくちゃ可愛い。ね、
プイゼルもそうだけどさ、こう尻尾をちゃんと見せて振るの可愛いな、可愛いな、よしよしよし、可愛いけどちょっとここは勝たせてもらいましょう。そしてこれで全員戦った？いやそんなことない気がする。俺の頑張りは空回りかと言っておりますが、ここでお話しするの難しい。この長いサイクリングロード一気に駆け抜けるかと言われていて、この人と戦、あ、一番最初の人だ。一番最初の人と戦ったので、ここはもう戦ったね。よしよし、これで全員戦えたので降りていきましょうと、居合切りをして向こう側のところ行きたいな、行きたいな。ではでは、ちょっと待って、上手に上手に動かせない。この細い道とか難しい。ではでは、居合切りをして向こう側の草むらで新たな出会いがないかちょっと探してみましょう。ではまずは居合切りしていきましょう。またあれだね、ビッパが出てきてくれたね。ビッパばっかりなのかな、また他の子も出てきてくれたりするのかなと思いつつ、ここでは誰が出てくるかしら。石つぶてだ。石つぶてはね、もうゲットしてしまっているので、ここは逃げるにしておきましょう。誰が出てくる？ポニータだ。ポニータが出てきた。ポニータは赤ではないかな、こう炎のイメージで赤かなとか思っちゃうけど、黄色か橙か。あ、しびれ粉当たらなかった。お体のね、あの割合が多いから、うん、黄色系かな。いやーでもオレンジ、橙味のある炎をしてるから橙かなと予想を立てておりますが、とりあえずはしびれごな。そしてちょっと吸い取るでは厳しいかもしれないので、ここはどうしようかな。シアン君だとちょっとレベルが高すぎる気がするので、シナモンちゃんに変えて、二度蹴りだったら倒しちゃうかな。うん、電光石火で様子を見ようかなと思います。体当たりが来てしまったけど大丈夫、電光石火にしてみましょう。あー絶妙、もう一回するとちょっと倒してしまいそうな気がするので、ここでモンスターボールにしておこうかな。いやーもう一回でもよかったかもしれないけれども、まだねレベルがそこまで高くないから、やったー、よかったー、ミタを捕まえました。よし、経験値ももらったところでデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。ではではね、ここで測定をしていきましょう。測定結果はこちら。やっぱりイメージ通り黄色、橙に分かれてくれましたが、過半数にはならなかったので、今回は手持ちには入れてあげられません。残念なんだけど、残念な反面、こう、ね、今もう黄色とさ、橙いるからさ、ね、お別れしなくて済んだっていうほっとしている自分がおりますが、まあまあまあ、ポニータちゃんはボックスに返してあげましょう。よし、ポニータちゃんを無事に返したところで、奥もまだ草むらがあるので進んでいきましょう。誰かな、あ、石つぶてだー。さて次は誰に会えるかな。何かある、やけど直しを見つけた。やけど直しを見つけたということは炎タイプの子が他にも出てきたりするかな。石つぶてだー。さてさて、あ、奥に人がいるね。バトルになるかな。バトルになりそうだね。まあでもミートちゃんが一番最初にいるから、驚いた驚いたついでに勝負だ。この人はおそらく山男さんの道士さんが勝負を仕掛けてきたので、よしよしよし、よかったよかった。地面タイプとか岩タイプとかが多いからね、たまに格闘タイプ持ってる方もいらっしゃるけど、ミントちゃんが一番前で吸い取っていくので戦っていけるんじゃないかな。効果は抜群だ。
けど、頑丈だったからこらえられてしまったな。締め付けられるけど、まあまあ問題はなさそう。なのでこのままツートルで戦っていきましょう。締め付けるのダメージ受けてる。もう一回、もう一回吸い取って、もう一匹は地面かな、格闘かな、腕力とか持ってる可能性もあるかな。だったら金銭花君と交代なんだけどなと思っております。あ、もう一人もイワークなのでこのまま戦っていきましょう。同じく吸い取るでいいかなと思いつつね、頑丈でちょっとこらえられてしまうのが辛いところではある。あれ、あ、この子頑丈じゃない、頑丈じゃないっていうとちょっと不思議な言い回しなんだけれども、この子は特性頑丈じゃなかったね。よしよし、ではでは問題なく勝っていけたので、その強さ驚いちゃったと言われておりますが、とりあえずは回復とかもせずにこのまま進めそうです。誰が出てくる、あ、コロトックだ。コロトックはさ、赤じゃない、赤系のポケモンじゃない。とシビレガナは多分効くよね、大丈夫だよね。あ、コロトックに当たらなかった。もう一回また、あ、虫の抵抗されてる。大丈夫、何か下げられてしまった。特攻が下がったけれども、ここはしびれごな、もう一回していきましょう。よし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 、よかったよかった。と同じく吸い取るはちょっと厳しそうなので、あ、もし食いされちゃう、あー、葉っぱなのにうちの子。シナモンちゃんに帰って、同じく電光石火でいいかな。いや、赤か大々の可能性もちょっと捨てきれないな。真っ赤かというと真っ赤かではないような気がするもんね。電光石火、うわー、もう一回、もう一回ぐらいした方が良さそうだけど、ちょっとシナモンちゃんの体力が厳しくなってきちゃったな。はい、もう一回でもしておいた方が確実にゲットできそうな気がする。私の抵抗されてる、危ない危ない危ない。だけどここで私はモンスターボールを投げたいなと思っております。頑張って頑張って、モンスターボール。そう、あのコロ帽子の状態だったらちょっと色味が分かれちゃうかなって思ったけど、やったー、ゲットできたー。コロトックなら赤で、赤あるいは大々の一色になるんじゃないかなと思うんだけど、どうかな。ではでは、ここで、ポケモン図鑑にデータが登録されたところで測定していきましょう。測定結果はこちら。あー、赤系、圧倒的に赤色系統なので、この子は赤色系のポケモンとしてメンバーに入れることができるのですが、となるとカーミンちゃんと交代するかどうかが、あー、辛いなーと思うんだけど、でも同じ虫タイプ、虫タイプだからさ。で、カーミンちゃんは進化ができない子で、コロトック君はもう進化してる状態の子だから、ここはコロトック君を連れて行きたいなと思います。あー、ちょっとね、お別れがとっても辛いんだけれども、ここはコロトック君を連れて行くことにして、お名前をつけてあげたいなと思います。このコロトックくんはルージュくん、ルージュくんにさせてもらいましょう。ちょっとこの、一番多いかなーっていう、オレンジ味のある、大々味のある赤色の、名前をね、検索して、一番近いかなーという色にさせてもらいました。ルージュと言われると、赤のイメージが強いんだけれども、ね、意外とオレンジ味のあるお色味でした。ではでは、ここでカーミンちゃんをボックスにお返ししたいと思います。うわ、辛いなぁ。ね、ちょっと事務戦でも頑張ってくれたので、お別れはとっても寂しいですが、ごめんよ、ボックスに返していきましょう。
さてさて、ご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。